前回中5日で完封勝利を演じました松坂大輔、注目の1球目です。打ち上げてしまいました。ショートは松井です。ワンアウト、バッターは武藤です。ゆったりと149、前回ロッテ戦はストレートがかなり良かったですね、はい、その前がちょっとこう変化球が多いということで山本浩二監督はねちょっと変化球多いんじゃないかっていうことを言ったら直球でぐいぐい攻めるというの中でちょっとスタイルを変えようかという話ができてると思うんですけどね。引っ張った打球はファーストゴロ、コーチ松坂大輔、バッターは中村です。まあ、なかったんだけどむしろその変化球のキレみたいなものをね言ってました、強調してました。ああ、そうですか。それからあの前回はさ哲郎アナウンサー、そしてライオンサイドは ANB テレビ朝日の川島敦史アナウンサーの担当です。打球がぐんぐん伸びていきました。大の程度かなということになりますよね。そうですか。この人も一発を引く、ね、そういう普通の攻め方だとこれはいけないかなっていうことになるかも分かりません。この振りです。好打者に対してはこの松坂投手も、ね、例に漏れずやはり力勝負してきてますよね。これも行ったかな、いい角度で上がっていきますが伸びはありません。これは途中そして今日はスタメンに田辺を入れています。なんかいつもと違うなっていう雰囲気で喋ってるんじゃないかなって気がします。バッター中島です。1年生の頃ピッチングにね自分の色を出すというかね自分のピッチングをするのに、ちょっと合わないんじゃないかということでこういう起用をしてるみたいですけどね。一塁だけアウトです。セーブだと全く勝てないピッチャーと明暗はっきり分かれてるんですよね、はい、勝ってるのは塩崎と西軍は線が細いですから、はい、まあ、本当にあの打線をつなげていってなんとか1点もぎ取っていくという大きいですね。やっぱ大きいですか、はい、あーホームランの威力っていうのがね、まあ、たまたま今日はブロッサー打ちましたけどもね第2号です。まだねライトへの打球です。余裕があります。大阪ドームは大阪近鉄対本当にオーソドックスな、そうですよね、ですね。手前ミスですけれども、まあ、本当に全て兼ね備えたという感じですね、はい、18歳にして。それと、さっき気がついたんですけれどもこの松坂は今日5戦目なんですけれども、加藤さん自分がどの程度通用するかっていうのも、まあ、探りながらっていうのもあるでしょうけどもう自信がついたんじゃないですかね。あ、お葬式に、出たということで3試合ほど、まあ、いなかったんですけれども帰ってきてすぐホームラン打ちました。他の打者にしても多分強がりを言ってると思うんですけどね。なるほど。太田さん、はい、まあ、一番の当たりでしたということでコメントとしてはこれだけなんですが、まあ、会心のホームランを松坂から打ったんですからね。ベンチに帰る、
1対1のタイスコアです。両チームともにソロホームランで、センターへのライナーです。ともに甲子園の優勝投手、吉岡はもうこのようにバッターに転向しています。吉岡といいますと帝京か大輔、10ヶ月程度ですか、はい、バッター吉岡、ないでしょう。痛烈な打球ですが、2エンド1と松坂追い込んでます。バリーオですね。ランナーがスタートする。バッターはっていうのをね、うまく読めるようになって、そのなるほどね、決め打ちしてるみたいですね。あ、初球から打っていきましたがライトへのフライ。セカンドランナーはスタートを起こします。選手です。クリーンアップにつなぐかっていうことを言ってましたけどね。バッター高須、147キロ直球、ピッチャーを追い込んだ松坂。セカンドへ力ない打球が飛んでいきました。スライダーも140キロを超えるというね、本当にあの速球派の中の速球派といったピッチャーでしたからね、はい、そして新人王も取りました。テレビ中継も全国ネットですからね、はい、選手意外電話の1本ぐらいは入れてるんじゃないでしょうかね、はい、だからスライダー、このスライダーが去年一昨年あたりちょっと多すぎてちょっと目につきすぎたっていうのがあったんですけれどもね、今年はなんかグイ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 押したっていうのが広がってますけどね、はい、バントです。ね、いや正直言ってピッチャーからするとかなり、まあ、楽だと思いますよ、はい、第5戦でしてね、もう新外国人選手入れようかなというセーブです。この新外国人選手は13日のブルーウェーブ戦から出場ということになりそうなんですが、はい、タイプ的にはブロッサーと同じような感じだそうです。あ、そうですか。これ見てみながらわからんですね。やっぱりね、働く仲間がこう気合うか合わないかっていうのもあるみたいですね。ああ、それもあるでしょうね。だから今阪神なんか、行かないところがまたこれ面白いんでしょうけどもね。松井、PL 出身。今日の先発は松坂大輔。するとこの人がいるといないじゃね、今のね打線の中では大きいでしょうね。それはやっぱり実際見てみないとわからんでしょうね。ツースリーフルカウント、なんですよ結局、その器用さがないんですよね。あ、まあ、あ、そうですね、すいません、はい、間違えました、はい、ランナーが走る、セカンドに投げる、まさかこっちに来ないっていうことも高さあったんでしょうけれどもね、ベース板の上をちゃんと加藤さん行きますもんね、
垣内、期待に応えることができるかどうか。2 and 2 2アウトです。落ちる球でした。松坂大輔、足が大きくて 28.5 というサイズ。加藤さんも 4.5。 そうですね。佐々木さんは、ここは100、武藤です。あればこそまだ後ろに状態が残ったままで、体重が残ったままで投げられると思うんですよ。はい、あ、速いボールうまくバントしました。これは加藤さん、うまいバントでした、ね。太田さん、はい、あの今日の松田とボールですよね。速球はやっぱり前への前回の方が早かったんではないかと。ただそれでもね、いい変化球がありますんで、バッターによっては速さを感じてる人もいるんじゃないかなと、こんな風なこと言ってます。はい、なんか俺のストレートを打てるもんならもう一度打ってみろっていうような感じがしますけどね。太田さん、はい、そのあたりなんですが、何かというと最近は英語でリベンジリブ、ね、でもそういうことが許されるピッチャーっていうのはかっこいいですね。さあストレート勝負いくかどうか。145キロ、バットの先っぽはファーストゴロ。今日は試合前のフリーバッティング、鈴木健なんかずっと口運動しながらずっと見続けてあんぐりとして見てましたが、打たせました。松坂の関西に松坂現るということで、大阪ドームは満員です。この回の先頭バッターはローズから、タフィーローズ。解説は佐々木、2試合連続完封高校での選手が成し遂げますと